まだ入り口にも入ってませんからそんな序の口のところで時間を使ってしまいました。申し訳ございません。俺らは思い出深くて、うん、結構こういろいろエモーショナルな話できるんですけど、はい、フォトジェニックスポットがほぼほぼ少ないので日暮里に移動したいと思います。行きましょう。はい、ということで日暮里に日暮里やってまいりましたけども、日暮里というより、うん、谷中銀座、谷中銀座、はい、日暮里の、駅の逆側なんですけど、なるほど、足を踏み入れたことのない地域ですその頃はなんかバンドに精一杯だったっていう。そうやな、全く観光とかしてなかった今思えば、うん、遊び足らんかったなっていうのも思う。あ、なるほどね、今になるとね。いやもうね、そう、やっぱねガス抜きは必要です、何にしても。こうすごいよ。あ、言ってた、そのお墓だらけって言ってたやつ。いや、ここもそうなんですけど、もっとあっちとかも、うん、ここら辺全部もう森林だらけなんですね。あ、俺このススキとか撮りたいわ。いいっすね。ちょっとしばしお待ちください。いいっすか。夢中になっておりました失礼します。うわうわ、めっちゃ綺麗。これ絶対撮っといた方がいいよ。そうやね。うわ、えぐ。これはだいぶ色すごい濃い。すごいね。東京でこんなに濃いってことは多分なんかすごいですよ。これは俺は富士で撮りたい、うん、絶対富士撮った方がいいハハハハ、間違いない。綺麗ね。先ほどからもう私趣旨を忘れて一人で、うん、このなんちゃら銀座を楽しんでおります。もう全然喋んなくなっちゃったしまいました写真ばっか撮っちゃって写真でウキ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 して、そう、すげえ、何これしか言ってないさっきは初めてやしね。うん、あ、犬かわいい。うわー、なんかすごいよ。すごいでしょ結構あのメンチカツが有名なお店があったり、はい、ビール飲めたりするんですよ。へえ、軒先であれか、谷中銀座、谷中銀座。そうですね、谷中。あ、そう、そこが夕焼けだんだんさ。なるほど、噂の。はい、ベゴマやってたりね。うわー、すげえ。なかなかね、いいよね。いやー、いいわ。久々に来たわ。これいいわ。あ、この夕焼けだんだんで写真撮るのね、みんな。そうですね、今ちょうど夕焼けやし。なるほど、そういうことか。うん、じゃあいないか。これ夕焼けだんだん。これ夕焼けだんだんです。ここに。あ、ほんまや。素敵や。あんな着物着てんのにスマホで撮んなんてもったいないよね。もったいないね。うん。めっちゃ繁盛してんじゃん、ね、すげえ。できてんな、かわいいの。今日、うん、日曜あれ俺今日仕事ばっくれたっけなと思ってそうか、日曜ってのもあってから。そうやね。なんかこう猫に関するのが多いんですよ。へ、ね、かわいい。そこのね、うん、メンチがクソうまいんですよ。鈴木っていうね、カツ屋。ここも、あ、ハンバーグ行く100円って安いな。うん、うわすごい、うわすごいね。ちょもちょも、これちょっと半分こしないですか。
ハンバーグを。あのメンチ。あ、メンチ。あ、どうしよう。半分かな。ハッピーロード大山でもメンチをしばいてた我々ですが、メンチ大好きクルチョも、いやなんか、あ、そっか、ハムカツか。谷中銀座で、あれはハムカツでしたね。谷中銀座ではメンチをいただきますということで、今クルちゃんが並んでくれております。元気メンチ一つ。はい、あのともちゃん先半分いっちゃってください。ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えまして。俺ポッポ鈴木さんですね。鈴木さん、芸能人もいっぱい。そうなんですよ、感じのお店の、あの有名な店舗が2店舗あって、ここともう一店なんですけ ど、なるほど、こっちの方が俺は好きなんですよ。ちょっといただきます。はい。うまい、感じるよ。イン、外ドキュン、イン、外めちゃくちゃうまいよね。めちゃくちゃうまい。何これ。この昆布いただきましょう。ありがとうございます。うん、うまい。わあ、これは楽しいわね。来ちゃうよね。わあ、ここはなかったな、俺。おでん。ねえ、なんか牛すじとか書いてある。あ、こうもう一店舗がここなんですけど。なるほど。あ、うん、もうこんな近くにあるんや。そうなんですよ。佐藤と鈴木で。そういうことか。うん。あ、ここにね、あの琥珀色のビールがあって、よう、ここビールケースで飲んでました、ここ。ここ座って。なるほどね。あ、そういう感じか。うん。うわあ、懐かしい。まあここで終わりですかね。いやー楽しい。はい、はい、ということで、ちょっとね、あの思い出の君川島からの、はい、なぜか石原会議に来ましたが、いやでも連れてきてもらってよかった。めっちゃね、まあまあいいね、やっぱ来るといいね。いやー最高やわ。やっぱ初めて来てもあの楽しめたし、いやー、ほんまに俺も久々に来てすげえやっぱ楽しかった。うん、いいわ。いやーぜひぜひね、まだ来たことない人ですね、ふらっと来てみてください。いいです、うん、ということで、はい、クルチョも思い出の地を巡るぐらりでした。チャンネル登録よろしくお願いします。それだけ頼む、それだけ。最近ちょっとずつ増えてきたので。入れなあかんから。